るくるちょもちょも、くるちょもちょも、今日はいい日だね。本日はナイトルーティーン、お送りいたします。夜も深まってまいりました。作りかけの曲を、仕上げに向かってるんですけど、うん、7時うちはあの9時までしかちょっと音が出せないので、ちょっと早めの時間でちょっとギター触ったりしますね。ずっと昔から君を知ってたのかな、気づいてあげられなくても。じゃあ最近は、パソコンで、作詞を、やったりしてます。前はあの iPhone でやってたんですけど、今 Mac ちゃんが来てからは、パソコンで作詞をしております。そうなる、はい。最近ですね、 Mac のデュアルモニターを、ちょっと新しくしまして、いつ見ても可愛い。それがこちらです。じゃじゃん。あ、ちょっとお塩学さん調べてて。ごめんね。ごめんなさい。ちょっと画像があれですけど、こんな大きい。ちょっと女の人か。こんな大きい、モニターに変えて、最近は編集をしております。素晴らしい。めちゃくちゃ。いいです、1万円くらいで買いました。安っ。めっちゃいい。あ、気持ちいい。あ、今日もそらそうっすね。うん。あ、出る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 。ミートソースです。ああ、超うまそう。やっぱり無添加で。嫁にも食べさせてみよう。なんていい旦那だ。作ったことないけどな。あ、ジュニアが泣いてます。あ、うまそう。めっちゃうまそう。もううちに嫁に来てくれ、クルちゃん。料理もできる旦那、ええなあ。果たしてこれはナイトルーティーンなのか。ナイトルーティーン。すいません、腹減った。あ、憎いね、パセリ憎いね。はい、我が家の今日のご飯です。あ、うまそう。哺乳瓶とおしゃぶりを洗います。それをくるちゃんやるのね。これ全部ね、分解して長ちゃんね、マジでええだね。くるちゃんのこういうの見るとエロく見えるの俺だけかな。もう俺の頭やばなってもうてる。ダメだ。あ、もう心が汚れきっている。消毒液につけます。ありがとう。
お風呂入る前に歯磨く派なのね、くるちゃんは。俺は湯船浸かるときは湯船で磨いたりするし、浸からんときはお風呂上がってから磨く派ですね。どっちでもいい。ね、よく言っといて。あ、すごい気遣いの男。お風呂行ってきます。お風呂行ってきます。ということで、あ、もう上がった、子供と嫁が寝たので、部屋に戻ってきました。ちょっとだけネットサーフィンして、寝たいと思います。なるほどね。しょうちゃん、今日も一日お疲れ様でした。お疲れちゃん。我が家の夜は、とっても終わるのが早いです。まだ11時前ですけども。早っ。普通か。でもそれが普通か。みんないつもこんな感じです。そしていつもオナニーしてるティッシュには音楽仲間の、それはめっちゃおもろい。オナニーティッシュ遊び上手ってことね。もう何が遊び上手かちょっと分からへん。いつもありがとうございます。ということで、今日は早めに寝たいと思います。そう、みんな見てくれてありがとう。バイバーイ。おやすみ。ずっとまだまだ君を知って